では次行きましょう、はい、萌ちゃんのパパさんからです、はい、今日はクイズです。久々やってきました、ましたね、はい、まずクエスチョン、萌ちゃんの大好物のお人参と大好物の大葉、大葉はもともとがついてます、関係ないけどさあどうなるでしょう、うん、1. お人参を食べる、うん、かっこお人参が嫌いな人がいるなんて信じられないでちゅ誰それ。 2. 大葉を食べる、かっこ大葉どえりゃおいちいでちゅ、うん、出た8623番、うん、両方食べない、うん、かっこお人参や大葉より乾燥野菜の方が好きなんでちゅ、さあ正解はどれでしょう。さあどれかな、みんな8623っぽいな、8623っぽい、うん、ガジュさんもそうやって言ってる、みんな言ってる、みんな8623番だって。母ちゃん2番、じゃあそろそろ答えいこうかな、お願いします、うん、圧倒的8623多いな、本当だね、うん、うん、誰がテレビに出るって、お何が大葉って、あ、乾燥した大葉、大葉に見えません、萌ちゃんのパパなんか違うもん食べてるし、しかも何あれ何ですかね、あれ乾燥野菜じゃないの、 あれが乾燥野菜か、あ、そういうことか、やっぱあっちの方が好きなんだなんかじゃあ人参大きすぎるよあれね、萌ちゃんのパパね、もっと薄くしてあげなきゃ、まあ、ちょっとでかくないかい、男飯ですからそっか、はい、ゴツゴツした感じです。どうして大葉も乾燥したのかな、パパが、大葉生でしょ、いやだって生に見えないもん、だって見てよそれすごいよ生カレーやっぱりあっちが好きなんだ、うん、離れないもん前から、見向きもしないよこっち、やっぱり萌ちゃんも人参嫌いなんだあ、いや、あ、食べないか、食べないね、え、乾燥の野菜は一体なんか色とりどりだけど何が入ってんだろうね、うん、あ、なんかいっぱい入ってましたね乾燥野菜ね、ねえ、で正解は、正解は8623番、うん、パパ、うん、8623でした、よっしゃ皆さん、よっしゃだってなんじゃそりゃあ、人参好きの確率 50% あ、レオママさんとこたくさんほらいるから、へえ、ね、何、誰がテレビに出るのよくわからんまあいいや、ちょっと見てみよう、あとでゆっくり、明日だな、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい、続きまして、はい、デロンデロンさんからの投稿です、はい、遅くなりましたが、はい、うさぎのおめめ1周年おめでとうございます、はい、ありがとうございます、うーちゃんもうさぎ名鑑に載せてくださいませ、うん、うさぎの名前、はい、うーちゃん、はい、性別おっさん性別おっさんってなんやそりゃ年齢4歳4歳のおっさんはかわいそくない、ポアロも4歳だけどはい、はい、見てみましょうね、おい母ちゃん、そうだよまだだよ性別おっさんうん5歳のムカババアになっちゃうよおかわいい、見て見て、おこれ本当に乗っかってんのかな、合成、合成でしょう、すごいね、なんか気持ちよさそうだよ、でも、おお、ねえ、かっちょいいね、おおかわいいおっさんだってかわいいおっさんがいいじゃん、あ、かわいい、持ってきてしまえる、あの耳のそのなんていうの、この何下がり具合が微妙だね、うん、これはなんだ、あ、なんかウサギのぬいぐるみかな、なんか目がトロンとしてない、すごいすごい、カリカリしてますね、あれでよくね、最近よくやるわこれやっぱなんか要求してるんだよね、うん、気持ちよさそう、こんな可愛いおっさんいないよね、人間の世界ではね、そっか、性別おっさんはい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、ではですね、ひいこさんからです、はい、うさぎのめめスタッフの皆さん、原田さん、うさぎ先輩、こんばんは、お、いつもチャットに参加させていただき楽しませていただいてます、ありがとうございます、はい、
遅くなりましたが、カキちゃんもウサメブメーカーに載せてください。ウサギの名前カキ、ミニウサギ、オス、3歳。はい、じゃあちょっと見てみましょう。カキちゃん、今日カキちゃん、ひいこさんいるかな何ふふんて、萌ちゃん、私も可愛いおっさんですやめて、うん、かわいいやめてメーカーに載せるぞカキちゃんうん、見上げられとんな、ね、えでもやっぱ分かってるんだよね、多分撮ってるのね、うん、なんかお口のところに何が入ってるんだよ、うん、今日ひこさんいたっけ、うん、いますよ、いた、あ、いたいたひこさん、いたバナナ鼻いますってこれあのブロック速攻のブロックじゃないなんだ U 字工 U 字工、うん、ね、可愛いですね、またね、はい、性別おっさんか、はい、え違うよ、性別オスだよ、あまだ引きずってんの、はい、そっかそっか、うん、でかきちゃんですね、動画も送っていただいたんですが、うん、来週ね、はい、ご紹介したいと思います、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。では続きまして、はい、筑紫野工房さんからの投稿です。うさぎのおめめ1周年おめでとうございます、はい、ありがとうございます。うさめぶメーカーの写真を送らせていただきます、はい、うさぎのお名前、お名前パセリ、はい、雑種、はい、男の子、はい、2006年8月15日生まれで、はい、体重は約 2.1 キロ、うん、性格はおおらかです、だろうね、夜中はケージに戻すこともありますが、うん、普段は家の中で放し飼いですおおすごいね、うん、デッキや庭へよく外出つつしており、うん、時々近くの公園で散歩します、うん、そのため野良と間違われないように首輪をつけています大事やねだってあのアクティブパセリ君だもん、はい、はい、お願いします、はい、野良パセリってめちゃくちゃ言ってるねみんなかっこいいね、うん、そうそう、筑紫野さんね、そう先週ね、うん、見事アイラビットさんの素敵なプレゼントをゲットしたので、そうそう、ぜひその写真も送ってくださいね、画像もね、そうですね、これちょっとここの番組に残しかないあれ、もうクリスマスだ見てね、うん、あの、あー動いてる動いてる、何食べてるんだ、何食べてるんだ、何ですか、食べてるものが分からない、そばえてるだけだ分かんないでもなんかよこせよこせって言ってるよ、すごい、あれなんかインチキなんじゃないの、私って、ね、実は何もないっていう、うん、それで怒ってる、いやいや、あるあるある、 あ、 ある、うん、あ、パンかな、ひょっとしてパセリ君好きだって言ってたもん、あ、パンっぽいな、ねえ、すごいね、あれさ、あそこほら段ボールちょっとなんかこうガジガジになってるでしょ、うん、あれきっとパセリ君がかじったんだね、そうでしょうか、そうだと思います、そうでしょうね、はい、はい、ありがとうございます、はい、ん、ん、メーカーってサイトじゃなくて番組、あ、一応ね紹介もしますけれども、あのまとめます、うん、はい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 、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、筑紫野さんがかじったのか、はい、